皆さんこんにちは、経営コンサルタントの長野です。本日は大変悲しいことを皆さんにご報告しなければなりません。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、なんとこれは青いところです。私たち草コイン研究会、草コイン愛好家が愛してやまなかったあのニュージーランドの記憶正しい仮想通貨取引所クリプトピアが清算人を任命し、今年頭にハッキングにあったことに伴い破綻の可能性が出てきているという悲しいお知らせを本日はしなければなりません。それでですね、今回は視聴者さんにですね送っていただきました、このクリプトピアっていう、ニュースですね、ツイッターですね、速報クッションポジティブに生きる速報、クリプトピア生産人を任命、ハッキングに伴い破綻の可能性ということでね、出ておりますということで、これどういうことなのかということで、まずは経緯をね探っていこうということですよね。で、皆さんもご存知のようにクリプトピアとね、入れますと、ハッキングに遭ってるということで、例えばこのねニュース記事を見るとね、これは今年のですね1月23日仮想通貨取引所クリプトピア、ハッキングで盗まれた仮想通貨は 17.5 億円相当か、新たな分析が示唆ということで、17.5 億円なんかちょっとじゃんかよと、ちょっとだから大丈夫じゃんかよと思うかもしれないですけど、我々草コイン愛好家にとってみればですね、草コインって 0.001 円とかですからね、 17.5 億円って言ったらどんだけ盗む、もう全部じゃねえかよとね。クリプトピアが最初にハッキングを公表して約1週間が経ち、エレメンタスによる調査分析と、調査結果で分析が発表された。記報の通り、クリプトピアは当初、同社のプラットフォームで臨時メンテナンスを行っていると、公に告知していたが、後になって重大かつ詳細不明の損失を引き起こしているセキュリティ侵害が発生したことを認めたと。エレメンタスがイーサリアムの、パブリックブロックチェーンデータを確認したところ、13日午前に、クリプトピア2つの主要ウォレット、1つはイーサリアム用で、もう1つはその他トークン用から資金が抜き、取られ始めていたというと、そして同日、午後主要ウォレット2つが空になると、今度は、クリプトピアの7万6000以上あるセカンダリーウォレットから資金が送金され始め、送金は17日未明まで続く勢いだったというと、一方でクリプトピアは15日までにハッキングがあったことを公に知らせ、警察に対応を求めていた。エレメンタスっていうのは多分なんかどっかの主催会社だと思うんですけどね、イーサリアムで3億9400万、デンタコインで、2億6300万円、オイスターパールよくわからないと、その他の草コインが3億2900万円ということでですね、非常に辛いお話をしなければいけないと。エレメンタスの調査によると、これまでのところハッカーらはバイナンスやフォビ、ヒット BTC といった仮想通貨取引所を経由し、盗んだ仮想通貨のうち最大88万ドル、約9630万キャッシュアウト済みだというと、報道によると残りの最大16億4000万円はハッカーの管理下にあることが特定された2つのウォレットに残されたままだということでですね、非常に辛いですね、ことになっているということですね。それで、クリプトピア1月のハッキング被害で総資産の 9.4% 盗まれていると、10% くらいですね。コインチェックとか財布とかは、コインチェックはもともと金持ちだからね、手数料高いから、
だからいいんですけど、財布はね、そもそも、ね、50億円ぐらいですね、頼るところがあったから、まあ、財布も潰れましたけどね、財布の元の会社はね、潰れちゃいました。クリフトピアはですね、ただ財布はですね、お客さんに資金がなく、お客さんの資金をね、なくすというですね、最悪の事態を免れて、自らね、身を盾にして滅んでいったというですね、まあ、武士として、潔の良いですね、終わり方をしたんですが、このクリプトピアはですね、私たち、投資家を残したまま、去っていくと。まあ、こういうですね、まあ、最悪の状態が起きているということでございます。で、もう一回ね、お経は流しておいた方がいいですね。お経はね、やっぱり流すべきだということでございましょうか。でね、もう一回読みますけれども、お経ですね。はい、これですね。クリフトピア生産に任命と、今日任命したと。で、ハッキングに伴い、破綻の可能性ということですね。それで、これどうなんだろうな。ここじゃない。10じゃない。違いますね。はい。で、ちょっと、一旦またやめさせていただいてですね。こちらの方で、お経を流させていただきますんでね。こちらの方でお経を流させていただきます。はい。それでですね、このね、まあ私の YouTube 動画ありますよね。で、もっと開く人をずっと置いてですね、ここに、海外講座のおすすめって書いてあるんですよね。まあ一応草コイン関係なんで、これクリフトピアがあるんですよ。これね、ニュージーランド。これ押すと、おいおい、やってねえじゃねえかよと。やってねえじゃねえかよと。どうなってんだよって、ね、ここをね、よくわかんないので英語だからね、これコピーして、で、さっき、ここ、こっち Google 翻訳、こう載せました、こうペーストしてね。で、これの日本語がこちらです。プレスリリース。2019年5月10、19?5 月15ですけど。え?生産人、昨日、クリフトピアの生産人に指名されたと。ね、この、二人ね。ニュージーランドのデイビッドさんと、ラッセルさんがね。コストを削減し、事業を収益性に戻すための経営陣の努力にもかかわらず、生産人の選任は顧客スタッフ及びその他の利害関係者の利益のために決定されましたと。生産人は全ての利害関係者の利益のために資産を保護することに焦点を当てています。このプロセスと調査が行われている間、取引所での取引は中断されます。関連する複雑さを考えると、調査には数週間ではなく数ヶ月かかると予想しています。生産人はまた会社の義務に関して、独立した専門家や関係当局と協力しています。今後数日以内に、その予約について全ての顧客及びサプライヤーに連絡する予定ですと。だから、まあ、メールが来るんでしょうね。その他のお問い合わせは、こちらまで、メールしてくださいということですね。はい。皆さん、どうでしょうか。クリプトピアですのでですね、ちょっと、草コインを持っていた人がいらっしゃいましたらですね、ここの電子メールにですね、連絡してください。連絡 した方がいいと思います。私もね、クリフトピアで草コイン持ってたんですけど、まあ、こういう事態になってしまって、いくら戻ってくるのかと、また再開してくれるのかと、まあ、そういうですね、気になっちゃって、しょうがないですが、まあ、そういう後ろ向きなこともね、言ってられないので、じゃあしょうがねえと、その分、ビットコイン、イーサリアムなどで稼いでやろうと
いう気持ちもあります。はい、それでね、まずはビットコインから見てみましょうか。爆上げ進行中ですね。爆上げ進行中です。88万飛んで955円。余裕です。余裕です。爆上げ進行中でございます。大丈夫です。はい、眠。はい、眠。完全にお眠から覚めましたね。完全にお眠から覚めました。大丈夫です。はい、眠もバッチリグーです。はい、そして、モナちゃん。モナちゃんもさあ、そろそろお眠から覚めると121円。一時130、128円ぐらいまでつけましたね。モナちゃんも起き始めました。で、ビットコキャッシュ、41,900円。堂々の41,900円です。で、サリアム。わっと !25,000 到達 !25,000 到達か、コインマーケットジカップを見てみよう。ねえ、ちょっとお経の中でね、お経の中でなかなか、苦しい発言となりますが、お経終わってますか？もう一回書きますか、お経。ねえ。はい、ビットコイン 0.89% アップ、サリアムが来ましたね、8.68% で、なんとリップル 14.72% で47円、14銭ですね、リップル来ましたね。他、ステラ、あとカルダネーダが 9.45% で9円41銭なんですね、20円から、そうだな、これ100円ぐらいまで行きそうですね、勢いはね。行きそうですね。で、ビットコキャッシュを念のため見ておきましょう。あ、じゃあ、ビットバンクですね。ビットバンクを、念のため見ておきましょう。はい、ビットバンクですね。はい、ビットコイン、はい、もう堂々の87万8千円。はい、全然落ちる気配なし。おっと、プルリ、やっぱりすごいな、お前は、ということですね。プルリは、本当にね、今買っといてね、今買っといてねってこの辺言ったでしょ？上がるでしょ？僕の言うこと、正しいでしょ？ねえ、リップル買っといてね。これ違うか。はい、モナちゃん。モナちゃん、はい。まだまだ安い。これ2700円まで来ましたからね。119円安い。だいぶ上がっちゃったけどね。はい、ビットコインキャッシュ。来た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 。これね、ビットコインキャッシュ。そうね、ビットコインキャッシュって一時50万円あったからね。42000円は安いですね。あと12倍。あと12倍伸びますね。はい。ということでね、今日はですね、非常に残念なお知らせでございますが、これね、クリプトピアニュージーランドの私たち、草コイン、仮想通貨草コイン中野研究会がね、愛してやまなかったニュージーランドの仮想通貨取引所、クリフトピアが生産人を任命してハッキングに伴い、まあ、破綻する可能性が非常に高くなっているというお知らせをさせていただきました。皆様におかれましてもくれぐれもですね、海外の草的仮想通貨取引所、草的仮想通貨取引所にはくれぐれもお気をつけくださいませ。それではどうも失礼いたします。神のご加護と幸運を。